レスクリベル。リグチーナドミトレスク？こいつ超大きいんだよね。今日こそ休憩枠を持ってこなければ、この巨大な体でマリサさんをひねり潰してやりましゅ。物騒なこと言うな。リグルのお望み通り、ちゃんと今回は怖くないの選んできたんだぜ。テストプレイしましたか？してないけどタイトル見や絶対安心できるぜ。テストプレイして確認しろと何度言ったらわかるの。マリサさんは前科ありまくりなんだから信用できませんね。前科とか言うな。めっちゃ怖いの期待してたけど違うのね。とにかくタイトルいけばわかるから行くぜ。全く信用できませんね。あ、マジで休憩枠だった。ほら言っただろ。このキャラの見た目、あたい知ってる。ホラゲなのに怖くない人のだ。今回やってもらうフリーホラゲは、クイズ、私生活がダメダメなミコさん、だぜ。いつものことですけど、ホラゲのはずなのにタイトルですらホラー感がないでしゅ。どうぞ久々にあご休めていってくれ。今回はどんな斜め上展開が見られるんでしょうか。このゲームは探索をしている途中でクイズが出題される探索ホラーアドベンチャーです。クイズ出るんだ。探索とクイズの両方を楽しむことができるゲームになっています。クイズに正解しても不正解でも、ゲームの進行に影響ありませんので、安心してプレイしてください。それではスタートです。どうせなら全問正解してクリアしちゃおうよリグル。多分問題の答えが斜め上すぎて当てられないパターンかと思うよ。今作もいつも通り謎の部屋から。あれ？主人公が倒れてない。あ、外から入ってきた。謎の部屋で目覚めるパターンじゃないだと。言われてみればいつもと違いましゅね。ここが家電販売員の悪霊が現れると言われている場所か。か、家電販売員の悪霊？ヨドバシカメラと言いながら襲ってくるのかな。ヨドバシの販売員の悪霊かどうかは知らないよ。家電販売員の悪霊め。ミコのコスプレ好きの私が退治してやる。コスプレだったんかい。名前はミコ。ミコだけミカ。ふふ。あご、上がってるね。就職せずに何やってんだと両親にガチギレされてる私が退治してやる。いや本当に何やってんのこの人。悪霊退治しに来てる場合じゃなくて草。一日に同じコンビニに何回も行くから、あ、あいつまた来た、って店員に思われてる私が退治してやる。その話って悪霊退治と関係ありまっしゅ？同じコンビニ行く人は多分割といるよね。だが何より家電販売員の悪霊は、私から大事なものを奪った。絶対に許さない。退治してやる。悪霊に何か奪われたものがあるでしょ？ここで問題です。急にクイズ始まった？家電販売員の悪霊が奪ったものは何でしょう？いやー、ちょっとわかんないんだけど。若干霊夢の格好に似てる気がするから。もしかして、髪の毛のリボンかな？チルノにしてはよく考えられた答えだな。だけど間違いなく斜め上すぎて正解不可能だと思うんだよね。正解を聞いてみようぜ。家電販売員の悪霊は、3日で使うのやめた私のエアロバイクを盗んだ。わかるわけないじゃん。正解は、3日で使うのをやめたエアロバイク。絶対に許さない。退治してやる。3日で使わなくなったのならむしろ取られて部屋すっきりしたんぜ。エアロバイク3日坊主になるくせに奪い返しに行く体力はあると。そもそも幽霊がどうやってエアロバイク盗むの？チルノが鋭い指摘してる。まずはメニュー画面から見てみようか。どれどれ。年齢22歳、コスプレ好き。料理1、掃除1。料理苦手なのは仕方ないにしても、掃除能力が壊滅的なのはさすがに。ミーコさんの部屋、足場がないほど散らかってたりしそうな気が。左下の木の枝気になる。これは遊牧。部屋に飾るとオシャレな感じだけど、私の部屋は物で溢れているので飾る場所がない。リグルの予想大当たりだったか。遊牧とか部屋に飾ってる人いるのかな。ロッカーの中に私のミコのコスプレ姿を筋トレしながら撮影しようとする奴がいたら怖いから、開けるのやめておこう。ロッカーの中から撮影しようとするだけならまだありえそうですけど、ロッカーの中でどうやって筋トレするの？ロッカーネタは相変わらず定番ものでしたな。木箱だ。こいつを動かすのはすごい大変そうだから、絶対に動かすようなことにはならないでほしい。絶対動かさないといけない状況だったらそんなこと言ってる場合じゃないでしゅよ。く、開かない。鍵がかかっている。なんかめんどいからもう帰ろうかな。どうせ3日坊主で使うのやめたいアロバイクなんですから、今すぐ諦めて帰った方がよろしいかと。うん、なんだ？隙間に何か起きている。特に木箱を動かさなくても取れそうだ。もずく色の鍵を手に入れた。緑色の鍵でよくない？もずく色は初めて聞いたぜ。木箱を動かさないと取れないようだったら、まあ悪霊とか別にいいかって言って帰ってるところだった。危ないところだった。むしろ動かさないと取れない状況だった方がこの人のためになったかも。もずくのような色をしている鍵。メカブのような色をしているようにも見える鍵。お酢の効いたもずく美味しいでしゅ。メカブも負けてないんだぜ。もずくは酸っぱいし、メカブはドロドロしてて気持ち悪い。あの粘りと食感がいいんだろう。グリーンでしょ？いや待て。そうだ。ついさっき鍵を拾ったばかりだった。そいつを使えば。これでもずく色のドアがバーストオープンでしゅ。やった開いた。それにしてもよく考えたら鍵の色がなんかキモい。深緑色ってそんなにキモいかな。確かに鍵の色にしては珍しいわな。もずく色の通路に出たね。いつもの流れだと、この後なんとか人間という怪物が出てくるはず。出てきた。え？今回の怪物は、コップ人間。どうなんでしょうね。今のは恐怖のミキサー人間。く。
なぜ奴がこんなところに。今回はミキサーでしたか。ミキサー人間って普通にヤバくない？巨大なミキサーにかけられたらひとたまりもないだろうな。ふふふふ。確か恐怖のミキサー人間は得意技があったはず。く、なんだったっけ？ミキサーでバラバラに切り刻むことじゃない？ここで問題です。またクイズ来ました。恐怖のミキサー人間の得意技は何でしょう？人をミキサーでバラバラにしてぐっちゃぐちゃにすることじゃない？キルノの回答は普通すぎるんだよね。おそらくミキサーとは一切関係ない答えだったりしそう。ミキサーは中で刃がぐるりぐるりしてるので、ぐるりぐるりから発想すると、得意技はブレイクダンスとか？とりあえず答え聞いてみようか。ふふふふ。バイトした金を貯めて実家のリフォーム代にしてやる。正解は、親孝行。めっちゃいいやつじゃないのよ。わかるわけなくてくさ。なんか思ってたのと違う。親孝行考えてるような怪物に襲われることってあるのかしら。どっか行ったようだ。とにかく恐怖のミキサー人間には触れないようにするか。料理苦手だから、普通のミキサーにも触れたことないし、普通のミキサーくらいは一度だけでも使ってみましょ、ミーコさん。まずは好きな果物をミキサーにかけてジュース作るところからだな。あ、何やらドアの横に魚をはめ込むような穴が？なんだろうこれ？壁に穴が開いている。誰かイラついて壁殴って、穴開けちゃったのか？イライラして壁殴っただけではこんな形の穴はできないかと。く、開かない。鍵がかかっている。悪霊なのになぜいちいち鍵をかけるんだ。それは生きていた頃の慣習を忘れないように。どうせ悪霊じゃなくて人間だからでしょ。む、張り紙だ。どれどれ。電動ドアをオープンするやり方について。この電動ドアをオープンするには電力が必要です。手順。1、電気うなぎと電気ナマズを用意する。2、壁に1で用意したものをはめ込む。3、電気の力で電動ドアが開く。電気うなぎと電気ナマズのくぼみなのね。電気うなぎと電気ナマズ。触ったりしても大丈夫なのか？そのまま触ったら結構危ないんでしたよね。Google 先生によると、自死というほどではないが、触れる箇所や触れた時間によっては意識が飛ぶこともあるから大変危険だとさ。そんなに危険な生き物をドアの鍵にしているのがホラーかも。十字路はまず左から探索していきましょう。む、冷蔵庫ルームと書いてある。いろんな冷蔵庫が置かれてるのかな？三つ置かれてるだけだね。面倒な場所に置いてんなぁ。壁にべったりと張り紙が貼ってある。冷蔵庫の容量確認用。水色の冷蔵庫。400リットル。白の冷蔵庫。300リットル。黒の冷蔵庫。200リットル。色によって容量が異なるようでし。ここまで容量違うと見た目の大きさも違うはずだが。料理しないから冷蔵庫の容量見てもどれくらいのサイズ感なのかさっぱりわからない。料理しなくて一人暮らしなら90リットル前後の冷蔵庫とカテゴロじゃないかな。あるなしクイズ。急にあるなしクイズ来ました。冷蔵庫にあって、氷にない。洗濯機にあって、たらいにない。炊飯器にあって、しゃもじにない。冷蔵庫は食べ物を保存する箱とすると、洗濯機は衣服を入れる箱、炊飯器はお米を入れる箱。ならば、氷とたらいとしゃもじには箱がついてない？冷蔵庫と洗濯機と炊飯器は機械だが、氷とたらいとしゃもじは機械じゃない。ということだろうか？冷蔵庫のドア、洗濯機のドア、炊飯器の蓋。あ、もしかしたらそれかも。チルの天才か。氷とたらいとしゃもじって蓋がないよね。じゃあ正解を見てみましょうか。冷蔵庫のドアに体ごと挟まったことはあるんだけどな。正解は、ドアや蓋に挟まったことがある。チルの惜しかったな。じゃあラフタのあるなしじゃなくて体が挟まることがあるかどうかかよ。あ、値正解でよくない？残念、間違い。作者様が普通の答え用意するはずがないでしゅよね。冷蔵庫だ。中に結構たっぷりと入りそうだけど、料理しない私には無意味だな。400リットルは3、4人家族向けってところかな。どの冷蔵庫調べても特に違いはないようでし。冷蔵庫の色とリットル容器の関係性がどこかでヒントになったりするかもしれませんね。お次は十字路を右側に進んでみましょう。何部屋があるかな？む、洗濯機ルームと書いてある。洗濯機ルームということは、十字路北側は炊飯器ルームでもありそうでしゅね。洗濯機だ。中には何もないようだけど。洗濯は苦手だ。自動で着てる服を脱がして洗濯機に入れて乾かして着せる機能とかないかな。服くらい自分で脱いで自分で着ろ。最近は AI が発達してきてますから、服を勝手に脱がして洗濯機に放り込んでくれるロボットとか機械将来できそうな予感。そのうち身の回りのことすべて AI 任せになり、より堕落の道を。それで空いた時間を有意義に使えれば大丈夫でしょう。ドラム式洗濯機だ。中には何もないようだけど。結構高そうなやつだ。きっと服がちぎれるくらい回転するに違いない。そういや私が昔買った洗濯機は、置き場所とサイズが合わなかったな。買ってから気づくなよ。ここで問題です。今回こそ絶対当てるよ。一辺が50センチの置き場所に、一辺が60センチの洗濯機を置きたい場合、どうすればいいでしょう？物理的に無理では。これはもう返品して買い替えるしかないよな。
部屋を改造してもっと広くしよう。多分洗濯機代よりお金かかるよ。置き場所に十分な広さはあっても、肝心の部屋の入り口が狭すぎて入らないパターンもよくあるらしいな。それは気の毒。とりあえずミーコの性格を考えると、諦めてそのまま使い続ける感じかな。洗濯機邪魔じゃん。正解を見てみましょう。あの時はミスった畜生と言いながら焼け酒したな。正解は、焼け酒する。返品しなさいよ。焼け酒した後どうしたのかがめっちゃ気になるぜ。散らかった部屋にポツンと洗濯機置きっぱなしなのかな。ドラム式洗濯機だ。む、なんだ、中を見たいけど蓋が開かない。高級だからそうやすやすと見せてはくれないのか。高級かどうかは関係ないと思いますし。てか部屋の形と洗濯機の配置が謎だよな。この洗濯機ルームの狭い入り口を通してわざわざ6つ配置した人の苦労が伺えますし。それではまだ見ぬ十字路北側を見ていきましょう。炊飯器ルームあるかな？む、空調ルームと書いてある。なら右が炊飯器ルームだねきっと。空気清浄機らしきものと扇風機が3台。む、何か壁に貼ってある。あ、この図は。なんだこの画像？丸とか四角い図形が書いてあるけど。どう見ても洗濯機ルームの様子だな。一番奥左側のドラム式洗濯機から始まって、最後に右側のドラム式洗濯機に戻ってくると。電源をつける順番なんだろうか？開かなかったドラム式洗濯機のドアが開くようになるのかもでしゅね。これは、空気清浄機か。電源は入っているようだけど、ゴーって音立ててないから、おそらく周囲は高原の森くらい良い空気だ。高原の森はさすがに森すぎでは。君にダジャレっぽく言うな。いや、特に意識はしてなかったでしゅ。これは、扇風機。ボタンを押しても反応はない。めっちゃだるい感じで押しても反応はない。扇風機からコンセント出てないし、どうなってんのこれ。コードレス扇風機知らないのか？コードレス。何それ？これはエアコンか。電源が入っていない。夏だったら生きていけないところだった。夏でエアコンなしの部屋は地獄だよな。あたいだったら絶対無理。エアコンの操作パネルのようだ。電源が入っていないのか、押しても反応はない。もしや反応しないタイプの操作パネル？それは故障してるか、うまく通電されてないだけだよ。操作できないタイプの操作パネルとは新しい。操作パネルですらないじゃんそれ。次は右側の部屋を調べましょう。む、テレビルームと書いてある。あれ？炊飯器ルームは？予想してた流れを見事に外してくるのがこのお方のホラゲの特徴だぜ。なんか金髪の誰かさんがいましたけど。画面が大きめのテレビだ。私の部屋は散らかってるのでこんなの置く場所がない。片付けましょう。今の時代テレビなくても特に困らないけどな。画面が大きめのテレビだ。何か映っているようだが。どれどれ？5人映ってるな。なんだこの画像？痩せ、太り、太り、普通、痩せ、の体型の人が並んでいるようだけど。これは多分何かのヒントでしょうね。この体型の順番を頭に入れておこうか。では、謎の怪しい金髪の方に話しかけてみましょう。まさかこいつが悪霊？家電販売員には見えないぜ。誰かいる。何者だ？ふふ。私は謎の女スパイ。その正体は謎と言われている。謎が多い謎の女よ。自分でスパイって名乗っちゃう不用心さは何なの？何しにここに来たんだろう。やたら謎っていう。なんでこんなところにいるんだ。一体何が目的だ？ふふ。それを言うわけにはいかないわ。あれだけ謎って言いまくったのに聞いてくるその気配りのなさ、嫌いじゃないわ。く、なんて怪しげな女なんだ。まあこんなところにミコ服姿でいる私も怪しいけど、確かにミイコさんも人のこと言えてなかったでしゅね。謎の女スパイもミイコと同じくコスプレしてるだけだったりしてな。ふふ、とにかく敵ではないとだけは言っておくわ。それにせっかくだから、一つ良いことを教えてあげる。それは気前がいい。良いこととはなんだ？一年前のことよ。私はパチスロ打ちに行ったわ。もちろん、朝から店に並んだわ。当時の私は必死だったの。とにかくパチスロで勝ちたかったの。ようやく台に座って、最初は調子が良かったわ。いける、今日はいけるといった感じで、気分よく打っていたわ。でもちょっと休憩を挟んだ後、流れが変わったの。今まで出ていた分がどんどん飲まれていく。まるで地獄のような光景だったわ。でも、今日はいけると思った手前、私は止まることはできなかった。ざわ、ざわ、パチスロ好きなんだ。ここで問題です。頻繁にクイズ出題されますな。謎の女スパイはいくら負けたでしょう。これはドンピシャで当てるの難しいでしょう。パチスロで沼って溶かした経験のある方なら大体の目星がつきそうだが。人生経験目的で2000円だけパチスロに突っ込んだことありますが、2000円溶けてなくなっただけでした。パチスロで大負けした時の相場がどのくらいなのかわからないが、私は10万で。あたい20万。いやいや、せいぜい5万くらいじゃない？信じられる？結果は6万負けよ。世の中何があるかわからないものね。正解は6万負け。リグル、まさかお前、パチスロ大負け経験者では。私スロット打ったことないでしゅよ。適当に言ったら近い金額だったってだけだよ。私はゆっくり膝から崩れ落ちることしかできなかった。あなたもそうならないよう、気をつけることね。え？あ、はい。それじゃあ失礼するわ。またどこかで会えたらいいわね。え？良いことって、パチスロにはまりすぎたらダメってアドバイス？謎の女スパイ。本当に謎だらけだ。
さっきの人が調べてた箱見てみようよ。これは、謎の箱だ。謎のボタンが3つついている。これを5回連続入力するみたいだが。5回連続入力？そういやテレビに映ってた人は5人でしたよね。なんかややこしいからやめとこう。ややこしいやつは私には無理だ。3つのボタンの押し順のヒントってこれでしゅよね。痩せ、普通、太り、それぞれが3つのボタンに対応してるのかな？早速見てみましょう。やってみよう。ダメだったら即諦めよう。1回目は、左、真ん中、右。痩せ、普通、太りはどれに対応してるのかしら。左から順に痩せ、普通、太りだと仮定すると、左、右、右、真ん中、左。と押せば開くかな？じゃあそのように押してみましょう。7を3つ揃える感じで押してやったぞ。どうだ？パチスロみたいに押してる？開かない。なぜだ？ボタン押して柄揃えるの得意なのに。この箱ってスロット搭載されてんの？だから謎の女スパイはこれにハマっていた？全然箱開かないけど、どうすんのこれ。あ、ちょっと待って。もしかしてこれ、冷蔵庫の容量もヒントな気が。まさか痩せている人は200リットル、普通体型が300リットル、太った人が400リットルみたいな。つまり冷蔵庫の配置が、ミキサー人間いた。あや、襲ってこないね。同じところぐるぐるしてましゅが、当たってみましょう。ふふふふ。バイトした金を貯めて実家のリフォーム代にしてやる。うわ、どんなバイトしているのか気になるし、割といいやつ。この謎の施設でバイトしてるんでしょうか。ゲームオーバーなんだけど。実家に連れてこられた感じかな。親孝行なミキサー人間の実家に嫁がされたってこと？ミキサー人間は真面目にバイトしてお金貯めてるし、私生活もきっと几帳面だろうから、ミーコがミキサー人間と一緒に生活するのは悪くないかもな。あんな見た目の怪物と一緒に暮らすのはさすがに無理でしょう。冷蔵庫は左から順に容量が小さくなるんでしたね。それなら、ボタンを押す順番は、右、左、左、真ん中、右、ということかな。頭ぐっちゃぐちゃでわけわかんない。では、右、左、左、真ん中、右の順で押していきましゅ。これで開かなかったら潔く諦めて焼け酒でしゅ。焼け酒すな。さあどうだ。お、開いた。ボーナスゲームに突入だ。一体中身は何だろう？電気ナマズを手に入れた。危険な生き物入ってましたね。え、生ナマズ？生電気？ビビッとしないかなこれ。ブフ、生ナマズ。生電気は初めて聞きました。生なのか作り物なのか微妙なところの電気ナマズ。妙にビリビリしてる。どうやら素手で持ち歩いてるようね。感電して持ち歩けなくなるほどの威力は放ってないみたいだな。これは謎の箱だ。中身は空っぽだ。さて、次にやることは洗濯機ルームでしゅね。一番奥左側のドラム式洗濯機から順に調べればいいのかしら？調べる前に洗濯機を動かせるようにならないとダメな気もするが。四つ目の洗濯機の後、そのまま最後の洗濯機に矢印引かれてたよね。でも実際の部屋の構造だと、まっすぐ最後のドラム式洗濯機に向かうことはできないでしゅ。壁に何かあるようにも思えないし。ドラム式洗濯機だ。む、蓋を開けたら中に電源スイッチがある。高級なのに随分と不便そうな位置にあるんだな。なんか蓋開くようになってました。順に調べるだけでよかったんかい。とりあえず電源スイッチをオンにしてみよう。む、よく見たらエアコン用電源スイッチって書いてある。なんでこんなところに。まあオンにするけど。なんでエアコン用スイッチがここにあんのよ。この部屋の洗濯機、マジでなんなの？なぜか洗濯機の蓋の中にあるエアコン用電源スイッチをオンにしといた。多分エアコンが動くに違いない。なぜこんな面倒な作りにしたのかしら。まあこれでエアコン動くようになってるならいいでしょ。グリーンだよね。洗濯機ルームの電源ボタンを押したことで、コードレス扇風機も稼働するようになりました。これは、扇風機、めっちゃ回転してて涼しい。けど首振り機能がない。向き変えたいのに首ガッチガチだ。無理やりやると首をボキッといってしまいそうだ。こうなったら扇風機ごと向きを変えてやるしかないな。やれやれ、今時不便な扇風機だ。首振り機能のないコードレス扇風機、調べてみたら一応あるもんなんだな。これでよし、この方向を涼しくしよう。どっち向けたらいいのかまだわかんないので、扇風機は一旦そのままにしておきましゅ。エアコンの操作パネルのようだ。画面のランプが光っている。エアコンを起動することができそうだ。これで少し部屋が涼しくなるかな？ここで問題です。クイズ来た。絶対当てるぞ。エアコンは何の略でしょう？エアコンフリクト？ベトナム。頭が。それじゃあ早速エアコンディショナーを起動しよう。正解は、エアコンディショナー。めっちゃ普通の答えだった。珍しいこともあるもんだな。てかなぜ切るのはエアコンフリクト知ってんだよ。エアコンの操作パネルのようだ。エアコン起動中のランプが、推しを応援する人がフルサイリウムくらい光ってる。操作パネルをそんな過剰に光らさなくても結構。エアコンから風が出てる。なんか風臭い。ドリアンぐらい臭い。けど涼しい。ハイリスクハイリターン。ハイリスクハイリターンの使い方が若干違うような。ドリアンぐらい臭いエアコンって、どんだけ掃除せず放置されてたんだろう。この部屋の謎と切り返しました。エアコンから漂うドリアン臭を空気清浄機に吸わせてやりましょう。
そのために扇風機の向きを調節してあげまし。こいつは上に向けてっと。最後の一つは右に向ければいいんだね。グリーンだよ。汚い空気を吸わせたところで空気清浄機がうるさくなるだけだと思うが。何か仕掛けでも溶けるんじゃない？これは空気清浄機。ものすごい轟音を立てている。おそらく空気を清浄しているに違いない。うわ、空気清浄機の中から何か出てきた。空気を清浄してるんじゃなかったのか？電気うなぎを手に入れた。どうして空気清浄機に電気うなぎ潜んでるのよ。これでドア開けられるよ。え、これ生？生電気うなぎ？触って大丈夫なのか？生なのか作り物なのか微妙なところの電気うなぎ。妙にぬるぬるとしてる。仮に作り物だったとして、ぬるぬるまで再現するのかな。とりあえず壁にはめに行きましょう。ここに電気うなぎと電気ナマズがぴったり入れられそうだ。ぬるぬるしてて入れにくいけど入れてみよう。これでドアに通電してバーストオープン。いい勢いだね。電気うなぎと電気ナマズの電力でドアが開いた。私めっちゃ危ないもん持ち歩いてた。やばい。ミーコが電気耐性ありまくりな可能性も。電気うなぎと電気ナマズががっちりとはまっている。多分もう取り出せないだろう。取り出す気ないけど。多分これで前半戦終了ですよね。そして前半から後半にかけての通路で何か落ちてるパターン。ほらやはりな。このパターンも割と定番ですよね。何かのメモなのかな？なんだこれは？なんかの薬の袋のようだが、なんでこんなところに？どうやら痛風用の薬のようだ。これ落とした人大丈夫かな？拾いに来るのも一苦労だ。痛風なったことないけど超痛いらしいね。ここで問題です。痛風関連のクイズかな？次のうち、プリン体を最も多く含むものはどれでしょう？ 1. アンキモ 2. 巨大ロボ 3.巨大ロボの膝の部分。暗記もしかありえなくて草。一番以外の選択肢おかしいでしょ絶対。プリン体って何？暗記もってプリンみたいな食べ物なの？プリンとは関係ないよ、チルノ。私は多分痛風は大丈夫だろう。暗記もとか食べるし、ビールとかよく飲むけど。正解は、1の暗記も。暗記ももビールもプリン体豊富だな。そんな生活ばっかしてたらある日突然激痛に襲われるかもよ。痛風用の薬が落ちてる。私には無用のものだからこのままにしとこう。近い将来、無用のものではなくなる可能性が。あ、また壁にはめるところが。形的に盾みたいなものなのかな？また壁に穴が開いている。フルパワーで壁ドンするやつでもいるのか？壁ドンだけでこんな綺麗な穴開くわけ。やっぱり開かない。悪用なのに用心深い。私なんて鍵のかけ忘れがめっちゃ多いのに。家の玄関くらいはちゃんと閉めましょう。このご時世何があるかわからないぜ。張り紙だ。どれどれ。電動ドアをオープンするやり方について。この電動ドアをオープンするには電力が必要です。手順1、電気うなぎ丼と電気ナマズ丼を用意する。2、壁に1で用意したものをはめ込む。3、電気の力で電動ドアが開く。壁のくぼみ丼ぶりの形だったのかよ。壁丼だけに。うまいこと言わないで。あ、あごったね。丼になっても電気を発するのか。知らなかった。丼ぶりは電気を通す素材で作られてるみたいですね。ドアのすぐ下の謎のスペースは何なんだろうか。多分特に意味はないんでしょうけど。さて、ここはまず南側から探索してみましょう。スマホルームと書いてある。家電販売員の悪用退治しに来ただけあって、家電量販店で売ってるものに関する部屋ばかりですね。スマホが置いてある。私のスマホは画面バッキバキだ。銃で撃たれた時胸に入れといたんかってくらいバッキバキだ。まあスマホゲーができればいいんであまり気にしてない。この前やったゲームはなかなか面白かったな。よくそんな状態で壊れず使えてるな。ここで問題です。スマホに関するクイズですかね？ミーコがスマホゲーをやっていて、一番楽しいのはどんな時でしょう？ああ、これは大体想像つくかも。敵と戦ってどんどんレベルアップしていくことかな？いやいや、スマホゲーだからこそ手を出しがちなことがあるぜ。きっと肺課金あたりでもしてんじゃね？おお、それは確かに合ってるかも。やっぱり親の仕送りで回すガチャが一番だな。あの時ほど良い笑顔になることはないだろう。親の金でガチャ回すなよ。正解は、親の仕送りでガチャを回す。思ってたよりクズで草。仕送りの一部がガチャに消えてると知ったら親は泣きましゅよ。良い子のみんなはこうなっちゃダメだよ。スマホが置いてある。画面に何か文章が表示されてるようだ。知っておとく、健康お知らせ情報。朝食はちゃんと取りましょう。朝食はしっかり食べましょう。忙しくてなかなか食べられないという方は、スープがおすすめ。これで転職を考えていても乗り越えられるでしょう。最後何があったんだ。このお知らせ情報を書いた人が昔どれだけ苦しんだか垣間見えるようです。他のスマホも見てみよう。知っておとく、健康お知らせ情報。おやつはちゃんと取りましょう。3時のおやつはしっかり食べましょう。忙しくてなかなか食べられないという方は、甘いものがおすすめ。これでも悲観にしたことも乗り越えられるでしょう。最後何があったんだ。無理やりも悲観にさせられた過去でもあるのか。マジでお知らせ情報書いてる人、どういう目にあってたの。知っておとく、健康お知らせ情報。
昼ご飯はちゃんと取りましょう。昼ご飯はしっかり食べましょう。忙しくてなかなか食べられないという方は、パスタがおすすめ。これで友人の唐突な裏切りも乗り越えられるでしょう。パスタくらいで裏切り乗り越えられますかね。闇が深いってこういうことなのかな。最後の4つ目は夕食かな。夕食はちゃんと取りましょう。夕食はしっかり食べましょう。忙しくてなかなか食べられないという方は、中華料理がおすすめ。コンビニでラップバトルしたことも乗り越えられるでしょう。コンビニでラップバトルしたら大負けした過去があると。過去に髪型を強制的にモヒカンにされ、そしたら見た目的にラッパーに絡まれやすくなり、コンビニの駐車場でラップバトルを仕掛けられるも無残に敗北。そんな中友人の裏切りにも遭い、会社もかなりのブラックだったから転職。という人生を歩んできたのだろうか。強制モヒカンの刑はさすがに嫌でしゅね。む、キッチンルームと書いてある。キッチン用品が置かれてる部屋みたいでしゅね。あ。謎の女スパイ、何ここで倒れてんの？ミキサー人間にでも襲われたか？あいつってそもそも襲ってくんの？電気ポットがある。私はケトル派だ。ケトルの方がなんか名前がかっこいいし。おや？ポットの蓋に何か書いてある。朝、昼、夜。何これ？ポット一日中使い放題ってこと？何が朝昼夜なのかまだちょっとわかんないでしゅ。上の電子レンジは？シンプルで余計な機能がなさそうな電子レンジだ。む？中を見たいが扉が開かない。どうやら3桁の数字を入力しないと開かないようだ。めっちゃ余計な機能があった。食べ物温めたい時に不便すぎるでしょ。レンジの中身なんかどうでもいいか。生卵とか入ってたら嫌だし。レンジに生卵入れたら危険だから入ってるわけねえよ。ゆで卵も破裂するから入れちゃダメだよ。やってみよう。電子レンジは普段から使ってるからいけるはずだ。そういう問題じゃないよねこれ。ヒントはどこにあんのかな。朝昼夜というのが怪しい気はするな。ダメだ開かない。なんて不便なレンジなんだ。とりあえず謎の女スパイの様子でも見てみましょうか。何にやられたんだろうね。パチスロ好きのスパイさん、こんなところで倒れてどうしたんですか。謎の女スパイどうした。何があったんだ。あら、またあったわね。ふふ。私としたことがミスったわ。まさか手首をひねってしまうなんてね。足ひねったんじゃなくて手首かよ。足くらい動かせるだろ。割と軽傷なのに大げさな倒れ方。ふふ。あなたもこうならないよう気をつけた方がいいわ。一瞬の油断が命取りになるわよ。まあ確かにこんなみっともない感じにはなりたくないな。手首ひねったくらいで倒れるのはスパイとしてどうなの？ほんと何があったんだろうね。ふふ。とにかくこの先、私みたいにならないよう一つだけアドバイスしてあげる。まあ一応聞いておこう。アドバイスとはなんだ？半年前のことよ。私は再びパチスロを打ちに行ったわ。もちろん、朝から店に並んだわ。当時の私は必死だったの。今度こそパチスロで勝ちたかったの。またパチスロの話で草。まさかスロットの打ちすぎで手首ひねった？パチスロで手首って痛めるもんなの？そこまでやったことないから知らん。ようやく台に座って、最初は調子が良かったわ。いける、今日こそいけるといった感じで気分よく打っていたわ。でもちょっと休憩を挟んだ後、流れが変わったの。今まで出ていた分がどんどん飲まれていく。大負けした過去の記憶が蘇る。でも、今日こそいけると思った手前、私は止まることはできなかった。ざわざわ。ざわざわ。ここで問題です。やっぱり来た。謎の女スパイはいくら負けたでしょう。前回は6万円負けだから、おそらく今回もその金額前後あたりだろうか。前回の負け分を取り戻そうとして余計お金吸い込まれたパターンだと予想。今回は10万いったんじゃね。いやいや、50万。1日でそんなに飛ばせる台ってさすがにないんじゃ。おそらく前回の負け分をなんとか取り返そうともがいて、8万くらいいったんじゃない。信じられる？結果は7万8000負けよ。めっちゃ惜しいなリブル。正解は7万8000負け。私はゆっくり膝から崩れ落ちることしかできなかった。あなたもそうならないよう、気をつけることね。大体の勘がほぼ当たっちゃった。まさかお前、リグルじゃなくて国枝勘な。あんなスロカスと一緒にしないでください。そもそもパチスロ打ったことないよ。いや途中でやめること学べよ。それじゃあ私はこのまま休んでいるわ。手首ひねったらパチスロできないからね。まだやるつもりなんかい。謎の女スパイ。どんだけパチスロ好きなんだ。勝てた時の快感がどうしても忘れられないんだろうな。私はこのまま休んでいるわ。こんな手首ひねったコンディションでパチスロはできないからね。本気でパチスロ引退考えてみませんか。謎のスパイのコスプレしたパチンカスお姉さんなのかな。チルノ、死体蹴りはもうやめて差し上げろ。多分負け続けてるからアゴ上がっちゃったんでしょうね。壁紙が貼ってある。どれどれ。冷凍食品の解凍時間早めろ。焼きおにぎり1分、パンケーキ2分、ミネストローネ3分、たこ焼き4分、カルボナーラ5分、チャーハン6分、ガパオライス7分、エビピラフ8分。これ、レンジの近くに貼った方が良くない？確かに。レンジの暗証番号は3桁。朝昼夜のヒント。そして各冷凍食品のレンジで温める時間。そういやスマホルームで、朝食、昼食、夕食に関係するお知らせあったよな。ああ、スープがおすすめとかパスタがおすすめとか？パスタといえばカルボナーラ、つまり5分だよな。
こんな感じで、朝食のスープに当たる冷凍食品と、夕食の中華料理に当たる冷凍食品の回答時間を調べ、朝昼夜の順に並べれば暗証番号なんじゃね？よくそんなことがすぐ思いつくねえ。とりあえず全部屋見終わってから解いてみましょうか。ゲームルームと書いてある。おお、ゲーミング PC とか置いてるのかな？家電量販店ならむしろゲーム機やゲームソフト売り場のイメージが強いかな。ソフトいっぱい並んでましゅ。ゲーム機とモニターが置いてある。ここでゲームができるんかなと思ったらソフトは入ってない。なんて思わせぶりなんだ。ゲーム売り場に置かれてる PS3 でリッチセブンを遊んだ思い出。レトロだねー。レトロなのか？ゲームソフトがいっぱい置いてある。よく見るとパッケージだけの見本のやつのようだ。残念。ちゃんと見本パケまで置いてある再現性。最新のアクション RPG が置いてある。説明文に、なんと内臓からキャラメイクができる、と書いてある。そんな細かいキャラメイク必要か？内臓までキャラメイクできるゲームはおそらく世に一つも出てないな。内臓メイク搭載したところでどこに需要あるの？最近のゲームソフトは高いから欲しいのがあっても買えないんだよな。バイトのシフトでも増やそうかな。あ、やば。今日バイトのシフト入ってたんだった。完全に忘れてた。どうしよう、今からじゃ絶対間に合わない。とりあえず電話してなんか適当なこと言って、今日は休んでしまおう。それしかない。エアロバイク盗まれたのでって言えば？ここで問題です。クイズタイム来ちゃった。ミーコは、どんな言い訳をして、バイトを休むでしょう？正直に私物盗まれて今大変なことになってると伝えればいいと思うんですけどね。どうしてもアイス食べないと死ぬから今日は無理っていうかな。それ切るのだけでしょ。多分予想もできないような言い訳するだろうから考えても仕方なさそう。じゃあ正解を見てみましゅね。あ、もしもし、ミーコです。はい？はい？あ、いや、ちょっと今、全米バス釣り大会に出場していまして。はい？いえ、全米です。全米。はい、そうです。え？場所？場所は？フロリダ？かな？はい、フロリダの、池で。はい？あ、ちょっと今全米バス釣りチャンピオンがワームを鼻に入れようとしてくるので切りますね。それじゃあ失礼します。どういう状況なの？ふう、とりあえずはこれでなんとかなっただろう。危ないところだった。正解は、全米バス釣り大会に出場する。全米規模の大会に出場するならバイト先に前もって連絡くらい入れるだろ。バス釣りネタ、このお方のホラゲではちょくちょく出てきますよね。最近のゲームソフトは高いから欲しいのがあっても買えないんだよな。む？なんか面白そうなゲームがあるな。これはブロック崩しゲームか。こういうシンプルなのがいいんだ。複雑なのはすぐやめちゃうからな。お、このブロック崩し、ソフトが入ってる。やりたいな。よし、ちょっとだけ借りよう。借りるだけだから。ブロック崩しゲームを手に入れた。ミーコさんのことだから借りパクしそう。貸したゲームがディスク傷だらけで帰ってきたトラウマ。ボールをブロックに当てて壊していくゲーム。とにかくめっちゃわかりやすい。これをゲーム機に入れたらプレイできるんじゃない？プレイできたところで何か意味あるのかしら。面白そうなゲームは、内容だな。ゲームをクリアするとどこかの仕掛けが動いたりとかするかも。ゲーム機とモニターが置いてある。さっき借りたブロック崩しゲームをちょっとやってみよう。シンプルだけど地味に難しいゲームだよね。む？なんだ？ずっとこの画面が表示されたままでボタンを押しても何も反応しない。バグ？おい、何バグらせてんだよリグルー。バグらせてないっつーの。全6色のブロックが表示されてるだけだな。起動してもすぐフリーズするなら意味ないじゃん。この画面が何かのヒントになってる可能性はありそうだな。現時点ではよくわからないでしゅが、次は十字路北側の方探索してみましょうかね。こっちはどんな家電アイテムが見られるかな？む、掃除機ルームと書いてある。掃除機ルーム手前の謎のスペースは何なんだ？やけによくわからないスペースあるよね。コードレスの掃除機がある。掃除は苦手だ。誰か家に来て掃除機かけてくれないかな。この際、半魚人とかでも構わない。掃除と半魚人の組み合わせって、何かネタありましたっけ？いや、私は知らないぜ。すぐ左の灰色のモヤモヤは何？うわ、来たな。すっごいホコリ。なんでかわからないけど、ここだけ異様にホコリ溜まってるな。ホコリの塊だったようでしゅ。なんで一箇所に集まってんの？そういや前に友人を私の家に呼んだら、部屋がゴミで散らかりすぎててぶち切れられたことあったな。ここで問題です。今度は何のクイズでしょうか？キレられたランキング、ベスト3。3位、友人との待ち合わせに二度寝して遅れた。2位、バイトの時間に二度寝して遅れた。1位は何でしょう？3位と2位どちらも二度寝でぶち切れられてるから、1位も二度寝が原因である可能性は高いかな？大学の卒論締め切り間近で二度寝して提出が遅れた。それが本当なら今頃無職じゃなくて学生やってるはずだが、留年せず中退した可能性もあるんじゃない？車の運転中に二度寝してぶち切れられた。危なすぎる。スーパーで買い物してる時にレジで二度寝して後ろの客に切れられた。ほう、それは妙にありえそうな。
正解を見てみましょう。1台しかない ATM を使いながら2度寝したときは、後ろにいたおじさんにありえんくらいぶち切れられたな。正解は、ATM を使ってるときに2度寝した。正解させる気ないよね。チルノの回答が一番近いっちゃ近かったな。値正解でよくない？残念ながら不正解。これはロボット掃除機というやつか。私の部屋は物でいっぱいだから多分使えないだろうな。だからちゃんとお部屋掃除してルンバの動けるスペース確保しましょう。これは、謎置き箱だ。色のついたボタンがついている。どうやら順番に4階を住みたいだが、全4階ですか。何がヒントになってるんでしょうかね。なんかいっぱいボタンあるからやめとこう。いっぱいボタンあるやつは私には無理だ。まだ諦めるの早いよ。どんな感じのボタンなのかも確認しておきましょう。やってみよう。ダメだったら全部この箱が悪い。そうそう、その息だよ。あ、計6色のボタンがあるようです。これらの色って、ブロック崩しゲームで見たブロックの色と一緒だな。あのゲームがヒントですか。毎回振りかぶって押してみたけど、どうだ？振りかぶらないで普通に押したらいいじゃない。開かない。なぜだ？振りかぶる動作が余計だったのか。振りかぶる動作は関係ないって。ホコリの塊ってさ、掃除機で吸い取れないの？確かに今掃除機調べたらフラグ立ってるのかも。コードレスの掃除機がある。掃除は苦手。なんだが、あのホコリはちょっと気になるな。これ使って掃除するか。ほら、あたい天才。チルノのおかげで一歩前進しました。やっとホコリを取り除けたと思ったら、なんか床に落書きが書いてあるんだけど、さすがに落書き消すのはやらないぞ。この落書きを隠すためだけにホコリを？掃除機でホコリを取り除けたと思ったら、なんか床に落書きが書いてあるんだけど、さすがに落書き消すのはやらないぞ。落書き読んでみようよ。なんでこんなところに落書きがあるんだ？なんて書いてあるんだ？今日やること。最初に掃除をする。次にゲームをやる。その次に料理をする。最後にスマホをいじる。これって、部屋の順番ですかね？掃除ルーム、ゲームルーム、キッチンルーム、スマホルーム。ってことになるよな。謎の箱の色付きボタンは計6つで、押す回数は4回。部屋の順番も4つだな。なんかちょいちょいサボろうとしてるな。ちょいちょいというかしょっちゅうだよね。6色のボタンはブロック崩しゲームのブロックの色。そして押す順番は掃除ルーム、ゲームルーム、キッチンルーム、スマホルームの順が関係している。順番に部屋を移動したら何かわかるかな？てか後半エリアではランダムに動くんでしゅね、ミキサー人間。さて、謎の箱の謎解きの前に電子レンジを先に解決しましゅ。電子レンジの暗証番号のヒントは朝昼夜。朝昼夜というのは多分、スマホルームで確認できるお知らせに書かれてある。朝食、昼食、夕食が関係するはず。朝食はスープ、昼食はパスタ、夕食は中華料理だな。これらの情報を踏まえてキッチンルームの張り紙を再確認でしゅ。まず朝食のスープは、ミネストローネでしゅよね。3分だな。次に昼食のパスタはカルボナーラなので、5分。最後に夕食の中華料理はチャーハンで6分。暗証番号はおそらく356だろうな。二人とも説明早いよ。では356と入力してみましょう。うまくいきましゅように。お、開いた。いちいち数字入れなきゃ開かないなんて不便。中には何があるんだろう。電気なまず丼を手に入れた。よし、一つ目のキーアイテムゲット。これは食べるとビリビリするんだろうか。まあ食べる気はないけど。電気なまずのかば焼きが乗ってる丼。なんとなくぬるっとしてるような気がする。かば焼きにすると電気流れないんじゃ。細けえ答えいいんだよ。グリーンだよ。電子レンジの中身は取り出したのでもう何もない。これで残るは謎の箱のボタンを押す順番でしゅよね。一旦掃除ルームに戻りましゅ。ではこの落書きのヒント通りに部屋を移動してみましょう。まずは掃除ルームスタート。次にゲームルーム。ブロック崩しのヒントも確認しておきましゅ。ボタンの色はブロックの形を表してるんだろうか。そんで部屋の順番。どういうこと。キッチンルームに移動してみましょうか。むむむ、キッチンルームも特に変わったことなし。パチンカスお姉さんずっと倒れてる。最後にスマホルームに来ました。順番に移動したからって特に変わったことはない様子ですけど。ボタンの色、ブロックの形、部屋の順番。これら3つの要素をどうつなげればいいんだ。ちょっとこれは本気でわかんないかも。なんか気づいたことあるかチルノ。いや、全然。結局自力で解けなかったので答えググっちゃいました。なんとこの色付きブロックの形、部屋の形を表しておりました。今いるゲームルームは黄色ブロックの形してるよな。掃除ルームは赤ブロックの形、キッチンルームは緑ブロック、スマホルームは青ブロックの形してました。これらのことから、掃除、ゲーム、キッチン、スマホの順で色を並べると、赤、黄色、緑、青になるな。では謎の箱のボタンを入力していきましょう。最初は赤、次に黄色、3回目はグリーンだよ。最後に青でしゅ。これわかんなかったの、なんか悔しいねー。お、開いた。振りかぶった意味は特になかったけど、一体中身は何だろう。電気うなぎ丼を手に入れた。これは食べられるのか。まあ食べる気ないからいいけど。電気うなぎも調理済みなら電気通らないんじゃ。これは、謎置き箱だ。中身はすでにゲットしたので何もない。電気うなぎのかば焼きが乗ってる丼。
なんとなくビリビリするような気がする。かば焼きにしてるはずなのにビリビリするような気がするって。電気うなぎって刺身にした段階ではまだ電気流れてるらしいな。そうなんだ。完全に火を通すと流れなくなるみたいだが、かば焼きなのにビリビリしてる気がするのは、生焼けの部分を残してあるからかな。そんな危険な電気うなぎを調理した何者かがいたというのがホラーかも。ここに電気うなぎ丼と電気ナマズ丼がぴったり入れられそうだ。中身をこぼさないよう入れてみよう。二つともはめてドアをバーストオープンさせまっしゅ。やっぱいい音。電気うなぎ丼と電気ナマズ丼の電力でドアが開いた。なんで丼になっても電力あるんだ。やばい。電気うなぎと電気ナマズ両方ともそのまま持ち歩いてたミーコさんもやばいよ。電気うなぎ丼と電気ナマズ丼ががっちりとはまっている。多分もう取り出せないだろう。取り出す気ないけど。多分この先に家電販売員の悪用とやらがいると思われまっしゅ。うなぎみたいにくねくねした通路だね。いつも通りこの先は出口なんだろうか。そのようでしゅね。今作は珍しく入り口もありましたけど、ついにこの奥で悪用退治。どうせ人間だと思うけどね。出口？別に外に出たいわけじゃないんだが。まあ行ってみるか。さあ、やろ。バイクを盗んだ犯人はこの先にいるのでしょうか。ちょ、青白い顔の男。なんだよ誰だよ勝手に入ってきて。早く出ていけ。人間にしてはゾンビみたいな顔色の悪さだな。もしかして本当に家電販売員の悪用だったりしますし。お前が家電販売員の悪用か。見た目的にそうに違いない。この悪用め、成敗してやる。なんだよ俺悪用じゃないよ。家電量販店とかによくいる普通の家電販売員だよ。ほんと？この家電販売員、めっちゃ動きしてる。だいぶ口が上がっておりますな。家電量販店でその顔色で接客してる家電販売員なんか見たことないぞ。この悪用め、成敗してやる。顔色はちょっとお腹の調子が悪いんだよ。昨日食べ放題の店で笹かま食いまくったのが良くなかったよ。食あたり起こしてません。そういや道中で落ちてた痛風の薬はこいつのか？笹かまってプリン体大丈夫なの？かまぼこ系はプリン体少なめみたいだから食べてたんだと思うぜ。なんだと、悪用じゃなくてただの家電販売員なのか。どうしよう想定外だ。まあいいや、成敗してやる。やめろよ成敗とか。お腹の調子悪いって言ったばっかでしょ。しばらく横になりたいよ。いやお前は私のヤロバイクを盗んだ悪いやつだ。永遠に横にしてやる。本当にこの人が盗んだのかどうかはわかんないよね。永遠に横にしてやるとか普通に物騒なこと言ってるんだが。なんだよ知らないよそれ人違いだよ。俺がやったのは、家電量販店に来た客を電動歯ブラシで攻撃したくらいだよ。客に危害を加えたことがあるみたいでしゅ。よくそれでまだクビになってないな。下手したら逮捕されない？めっちゃ悪いことしてるじゃないか。なんで客にそんなことすんだよ。よほど腹立つことがあったんでしょうか。ここで問題です。やはりクイズ来たか。家電販売員が攻撃した理由は、客がどんなことをしたからでしょう。店の商品で攻撃するほどだから、よほど理不尽なクレームでも受けたんぜ。特定の家電を大量買いしてる客がいて、怪しいと思って何してるか聞いてみたら、後でネットで高額転売するとか言い出したから、かな？それは攻撃したくなるかも。なんでってそりゃその客がやたらと質問だけしてネットで買うとか言い出したからだよ。ああ、そういうタイプの客ね。正解は、質問だけしてネットで買うと言い出した。多分ネットの方が安いって分かったからでしょうね。確かにうざい客だけど攻撃はダメだよ。気になってた電動歯ブラシについてね掘り葉掘り聞きまくった挙句、やっぱネットで買うわ、とか言い出したのかな？え？それダメなのか？私もやったことあるんだけど。あいたのかい？せめてネットより安くしてくれるよう値切り交渉はしようぜ。それはそれでちょっと厚かましい気もするけど。何？お前もかよ。許せねえよ。食器洗い乾燥機で攻撃してやるよ。ちょあなたも家電で客を攻撃するのやめて。再犯しようとしててくさ。うわ突然のピンチ。こうなったら最終奥義だ。とっておきの最終奥義を出すしかない。最終奥義だってそんなのあったの？ここで問題です。ちょ、またクイズ？ミーコの最終奥義とはどんなのでしょう。16文字以内で回答してくださいでしゅって。こんなの当てられるはずないと思うんだけど。もういっそのことリグルの好きな技でいいんじゃね。グリーンでしょうか。とりあえず暴力家電販売員には永久に横になってもらいましょう。ちょ、永久に横にするってお前まさか。えいそれはさすがにヤバい。リグル本気？では近畿の最終奥義を食らわせてあげましょう。食らえ、最終奥義、アバダケダブラ。ボルデモートリブル。正解は、入力したやつ。あ、なんでもよかったみたいね。お腹壊して弱ってるやつ相手に死の呪いはひどすぎるってリブル。くわ、ただでさえお腹の調子が悪いのに、もう横になるしかない。ただ腹パン食らわせただけかな。見たか、これがミコのコスプレパワーだ。さて、帰って家でアーモンド小魚食いながらゴロゴロするか。本来の目的忘れてません。あや？出口の方には進まないのか？ミーコさーん、エアロバイクの件はどうなったんですか？戻ってきたけど。いや私のエアロバイク盗んだの誰？やっぱそういうお気になるのね。家電販売員が犯人ではないなら、
謎の女スパイが盗んだ説あるかな？あ、終わり。結局最後は全員仲直りですね。そういやミキサー人間、最後は絡んでこなかったな。謎の女スパイも手首ひねって力尽きてそれっきりだったけど、ちゃんと回復したっぽいから、これで安心してパチスロできるね。パチスロやめさせないと多分何度も同じこと繰り返すよあの人。今回は完全なる休憩枠ということであごきする要素なかったが、それでもリグルは大げさに2回ほど自らあごきしたな。いやー、ついやっちゃって。でも普段よりずっと回数少なかったから問題ないでしょ。良い休憩になったし、ファンアート紹介して終わろうか。狐子様、かっこいい私とオタクアリスありがとうございました。ルンネイ様、休憩枠を用意してほしいリグルと刺激が欲しいチルノありがとうございました。キジトラ様、チルノがホラゲをやりすぎたマツロありがとうございました。風様、人肉を食べるチルノありがとうございました。あたいそんなことしないって。冬の小雪様、幻覚でおかしくなっているリグルありがとうございました。30年間行方不明になっていた DH 様、こっちを見てくるリグルありがとうございました。ゆゆゆ様、自信満々なリグルとちびマリサとちびチルノありがとうございました。海天使 .com 様、休憩枠詐欺ホラゲをやらされて文句を言うリグルありがとうございました。ぷかぷかおもち様、マミーロングレックスから逃げてるリグルありがとうございました。あまね様、あまねかっこ自分とあごきし合うリグルありがとうございました。シャケフレーク様、ジャンボジョッシュリグルありがとうございました。アイガ様、ポケモンダーレダネタ第35弾ありがとうございました。チルノの氷らしきシルエットが見えますね。ゼニガメ。ではなさそうね。あ、カメイル？チルーノはマリサを水没させるよ。最近私よく狙われてんな。以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。休憩枠の後はやっぱり超怖いので決まりだよね。手加減してくださいね。